はい、おじょうです。はい、たのさんです。こんにちはまたです何これはい、というわけでね、今回は禁断ボーイズと相方を交換して対決していこうと思います。一応、まあ、金髪組と地味組地味じゃないやろ顔に似てる顔に似てる顔に似てる。一応店長の店なんで、まあんまなんもないんですけど、俺考えたんですよ、この時何ができるかなと思ったらやってないやつが1個だけあったんですよね。なるほど。ベイブレード、うわーい、誰でもできるベイブレード対決で、店長審判で、募集やってもらう、店長に。あー、まあ、掛け声な、掛け声やってもらって対決するっていう。なるほど。で、罰ゲームなんですけども、今、勝てなかったら揃っとるから、いや、1人俺だけやれやけど、ちょっと地味やけども、負けたら、負けたチームの1人が髪の変えなかったっていう。1回で終わったら髪の黒にするとか。いやー、ほんとに無理本当にめちゃくちゃめんどくさい、それは。それが一番いい。で、マカとか、例えば前髪するとか。いやいや、違うやろ。いやいや、絶対色ね、色。はい、というわけで、店長、いいよ、ベイブレード誰も持ってないんでちょっと用意してもらっていいですか。シューター付きは3種類あります。まずこの青いビクトリーバルキリー、これ1個じゃん。おっしゃ、あ、濃い青やん、バルキリー青やもらった、はい、もらったビクトリーで、続いてストームスプリガン、もう向こうだもんな、明らかに強そうやな、向こう一番一番強そう色は合ってる。前さん、行きますよ、これ。じゃあ、行きます、それは。赤で、赤でいいです。で、ゼノエクスカリバー、それです。はい、これで、はい、これ使ったんです。なんかおかしいちょっとゼノエクスカリバー、おかしくない、なんか俺名前も、まあ、同じやつでいいんですか、ストラクチャーの状態のまま。改造はなしで OK ですか。分改造それじゃあ、今あるのがこちらの方、これが持久です。こちらも持久タイプなんですけれども、はい、若干防御寄りな持久タイプです。おちなみに先に言っておきましょう自分らが選んだやつ、超攻撃特化です。うわー、なるほど、なるほど。2つは機動力って何ですか。機動力、動き回るっていう。あー、なるほど、逃げれるスピードね、攻撃スピード型の、うん、自分もどちらかといえば攻撃型です。なるほど、なるほど。ベイブレードって持久と防御の方が若干有利な傾向はある。わかんやん、これ違うんですよ。攻撃に振り切ると何が強いかって言ったら、バーストっていうシステムがあるんです。あ、バラバラになる、めっちゃ強いやん、それ。で、バーストの勝利は全てに優先されるんですよ。うわ、だから例えば、お互いが対戦してましたと、はい、で、自分が弾き出されたとしよう、はいはい、僕ね、でも相手の方がバラバラになったとしよう、はい、それやったらば、弾き出した方じゃなくて、バラバラにした方に点数がある。うわ、なるほどなるほど。じゃあバラバラが一番いいってことですもんね。そう、3点先取だねんけれども、はいはい、ファースト要はバラバラにしたら2ポイント入ります。うわ、強っ、バラバラが強いやん。ただし当たらんとバーストはしないんです。なるほどなるほどなるほど。ぶつかんないと意味ないと。そういうことです。絶対俺ぶつかるやん自分なりに行くやん動き回る軌道ですからねちょっと軽く練習だけしたいと思います。ちょっと移動しましょうか。じゃあこれ、はい、見えない。これどこ持つんですか、コースか。オッケー、完成。うお、勢い、え、やばい、めっちゃすごい動きした。絶対強いわ、これ構えて、ちょっとそ、こっち、でも一番何がくしょいかったら、それについていってる前さいや、本気なんですよ、こっちはめっちゃ綺麗やもんな。はい、じゃあ、できたみたいです。もうだいぶ待ちましたけどね、俺と田中さんも。え、ちょっとこれえ、どういうことなこれ。何が中間集団やから、これだよ、俺。何が関係ある俺ら初期やね、俺ら。何それ、何が俺、聖剣やん、俺だって。ふざけんよ。聖剣、こういうモデルね。エクスカリバー。エクスカリバー。エクスカリバー。聖剣エクスカリバー。聖剣エクスカリバー。まず、な、うん。何それ。右寄りやもん、俺。ポルトシやん、これ。でもまあ。名前やったら人。名前変わってます。名前変わってます。名前つけてない。ビクトリア X。ファイヤートリガー。ファイヤートリガー。ファイヤートリガー。と当たりやって、はいはい、勝ったら1ポイントで、まあ、同点になった場合は延長戦に最後入れたと思います、はいはい。
準備はいいですか。オッケー。はい、構えて。3、2、1、ゴーシュ。さあ、やばいやばいやばい。シュートミスです。シュートミスです。うん。マイスターシュートミスです。はい、了解です。大丈夫です。構えて言うてないですから大丈夫ですよ。構えて言った時点でもあれはアウトなんです。ゴーシュートっていう以前にポロって落ちてしまったらもう一回打ち直しになります。その時はポイントはあげませんから。わかりました。構えて。緊張してくれ。3、2、1、ゴーシュッ。どう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 。え？バースト。え？やったー。待って。今のはでも当たってた。マジ？やったー！やったー！2-0です。あと1点取られたらやばい、負け。やばい、手汗がすごいぞ。やばいやばい。バーストする側のやつされるってあるの？マジで。準備はいいですか？はい。はい、構えて。行ってほしい、行ってほしい、ここ行ってほしい。3、2、1、ゴーシュ。また俺かと思った。俺思った、赤色の出来やがった。さあこれでお互いあと1点です。これ大事大事。田中さんがシュートミスをしない限りはこれが最後です。準備はいいですか。はい、はい、構えて。ナイス。ちょっと気合が違いますもん、店長も。3、2、1、ゴーシュ。先へ乗った。早い。ちょっと押しましたよ、はい、見事です、ね、おめでとうございます。勝ち点1でリンガーと勝ち点1、前さんです、おめでとうございます。うーわー、嬉しい。まだ残ってる、まだ残っとんもだって、うん、さあこちらチーム名何なんですか。ジミーズ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 1点でございます。マジで。でこっちはチーム名何なの。ハデーズ。うん、ハデーズ。ジミーズ対ハデーズ。ハデーズ。じゃあハデーズは今のところ0点です。いやー苦しい。これでヒカルさんが取らない限り負けが見えてあれ。さあそれではよろしいでしょうか。大丈夫です。大丈夫です。全然問題。オールのエクスカリバーがよく来ます。おお。夜のエクスカリバーがね。夜やけど。その整形錆びついてんじゃない。店長じゃないです。俺のはイメトレはバッチリや。言ったやろが。準備はいいですか。はい、神経な下ネタ野郎には負けない。俺のことそれ。チンパンじゃない。やばいやばい、引きされる。アンパン、いかんすけど。さあ、構えて。3、2、1、ゴーシュ。先やった。はい、もらった。おっしゃー。1ポイント。うわちょんと押しましたね。ちなみに俺田中さんがやっても負けたことないから。いやでもバーストじゃないから。いや確かに。そう、いろいろあるやん。まだしょうもない。でもそんなこと言うけど田中さん今のところ最下位やから。あれは良かったですね。なかなかお見事でございました。俺ベイブレード長いから。いやいやほんまに夜のベイブレード頑張れ。夜のベイブレードちょっと下ネタじゃねえか。まあまあまあ想定ない人。負ける。さあそれではいきますよ。準備はいいですか。はいです。構えて。一度の勝負。3、2、1、ゴーシュート。先に乗った。おっしゃー。さあまたヒカルさんが激しく当たる。はい、った。さあ神、はい、静かに回り。はい、もらった。よし、さあ一回乗ってきた。はい、もう無理。もう無理。もう負けな。絶対負けて。負けるわけがない。よし、よし、よし。勝ち方がしょぼい。いや、こいつ勝ち方がしょぼいぞ。めっちゃ。でも見てください、まだ回ってる。なんやねんこれ。つまり持久戦になったらカビが 100% 勝ちます。カビって言えな。じゃあ下手使うと。ライジングキャノンって言われます。バーストしか狙ってない。おー打ち方です。スタイルです。下ネタバカじゃねえか。ただの下ネタだったわ。どうしてもね。こっち分けんだぞ俺の方が。俺よりおっさんやな、ハム発生は。3、2、1、ゴーシュ。さあ、ほら、綺麗乗った。あ、来た、もらった。はい、もらいはい、もらいはい、もらいはい、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 は
ゃあ来た。見事合計3ポイント引かれた。声が出来の勝ち方。っていうか禁断ボーイズ勝率ゼロ。今のところお互いイーブンです。これはとても大事な勝利です。どの方が真の相方より強いのか、どっちが禁断ボーイズなんだということですね。じゃあ構えて3、2、1、ゴーシュ。さあ、ケイゾン来た。もらった、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 もらった。さあ、当たりに行きます。やばい。よし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 、もう無理だって、お前はもう死んだ。さあ、カビいってんです。カビって言うな。バーストが、こっちでバーストがあるから。さあ、田中さん、今のビリじゃん、流れ的にも。そうですよ、このままだとワースト決定です。さあ、よろしいですか、構えて3、2、1、ゴーシュ。さあ、K 乗った。やばい、やばい、これはやばい。さあ、田中さん、勢いがある。さあ、激しく当たる。あれ、死ねー。うわ、イエーイ。シュートの段階で失敗しましたね。1点です。あ、そうなの。うん、構えて、ブツブツ野郎が。3、2、1、ゴーシュ。さあ、K 乗った。よし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 、まれまれまれ、もっとまれまれまれ、よしよし、当たるな、当たるな、当たるな。当たらんかったら勝つ、当たらんかったら勝つ。勢いがもう弱まった、弱まった、弱まった。さあ、お前はもうすでに死んでいる。俺が編集だ。よし。さあ、カビ2点。よし。だんだん表情が険しくなってきてます。でもここで俺が勝ったら勝ちだし、バースト打ったらもちろん。構えて3、2、1、ゴーシュ。さあ、K 乗った。よっしゃ。いや、もらった、もらった、もらった。お前はもう死んでいる。よし。さあ、これでカビが1点。あ、悲しい、田中さん全敗です。でも大丈夫。さあ、それではこれがラスト勝負になりますね。マイさんとカビ君のジミーズが2点です。まだハデーズが1点だけです、ね、はい、構えて絶対勝ってください。それでは行きますよ。3、2、1、ゴーシュッと。さあ、ちょっと危なかったが、消えのった。追いかけ合いです。頼む、追いかけ合い、逃げろ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 、空気戦になったら、マイスターの方が言う。そうですね、こっちは回らないですね。そうだね、10秒ぐらいしか回らないんでね。うん、これちょっと、チロやな。落ち着いて、えんやれ。初めてじゃないやろ、焦らんでえんやれ。いやいや、下りやすいから。仲間ですね。唯一気が合いそうです。3、2、1、ゴーシュ。シュートミスです。ゴーシュ。なんということでしょうか。ここでシュートミス連続1点です。しゃ、望む。まあ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 、それで勝ちや。構えて3、2、1、ゴーシュ。先に乗った。いや、追いつけば、追いかけ合いです。きついな、追いつかんかった。追いかけ合いです。さあ、サビの勝負になったら前さんのガットで決めた。よっしゃ、バーストマジで。さっきのところからいく、絶対勝ったと思ったもん。よっしゃ、危ねえ。ということは、見事です。延長戦ですよね。延長戦でルールはやってないの。一つだけあります。はい、団体戦。はい、じゃあ最後ね、4人で同時に引いて残った方のチーム勝ちっていう。シュートミスもアウト。だからほんま一発勝負、一発勝負ね。よろしいですか。もうカオスやな、完全に。すぎる。さあ、構えて、はい、3、2、1、ゴーシュ。うわー、うわー、誰だ。そうです、同じにベイブレードですからね。両方、うん、ヒットレーンだってもう。おめでとうございます。やばいやばい、なんで持ってんの、なんで持ってんの。背元に飛んできたんですよ。ってことは、ね、どっちかが、まあ、止めてもらうことならね。どうする、ベイブレード決める。ベイブレード決めます。ベイブレード決めます。これとこれで決めましょう。
あー一緒、やりたかった、やりたかった、マジ。そう、じゃあもう負けた方の色を決めとこうじゃん。期限1週間で、1週間ならその色にずっと染めとかなきゃいけない。店長決めてもらってもいいけど。あーいいですね。店長、逆にどの色見たいですか。こういう色合いでもいいの。あ、ツート。絶対嫌だ。自分の場合、正面から見たら左右で分かれてるやん。なるほど、そうきた。なるほど、こう見たらこうってこと。え、前は黒にしてほしい。うわ、後ろ、後ろは綺麗な色がいいね。ファッションピンクとか。ピンク。かっこいい。あ、でもかっこよくねえよ。こっちは前さんは冒険してほしいな。めっちゃね、さっきからね、あの頭してほしいなって思うのよね。金髪しかも想像つかん、このえびつい感じの汚い金髪、夜のドンキの帝王みたいな感じ。ここに青いのつけたから。さあ、それでは特別ルールで始めていただきます、はい、バーストが出るまでです。準備よろしいですか。残念ですね、俺だと思ってたんですけど。いや、俺も仲間と思ってたからな。友情はあんだけ一緒に研究してやるんやで。お前の作戦が甘かったけど。しかも結局使うのって改造されてないベイブレード。3、2、1、ゴーシュ。うわー、どっちだ。え、これが止まったので、さあ、さあどっち、シールがある方かない方か。止まります。あちなみに落ちたやつは飛んでいったのはこちらです。シールがあります。行かれた。おめでとうございます。いい試合でした。いや、ほんまに。いや、染めた後一番最初に LINE 送るの前さんで。LINE 知らんのに。LINE 知らんやん。